ありがとうございます。残暑だね。ありがとうございます。35歳もうやってみる。やっぱ変わる？まあ変わりなく1年この番組はしがない芸人たちがあなたの願いや思いを叶えるために日本全国どこへでも全力で旅をしてきますので、笑ってくだされば幸いです。さあ川端に行きましょうかね。中洲といえばあの前斉藤とちょっとある社長と一緒にですねクラブに連れてってもらったんですよ。のっけから高級クラブの話しようですね。いやもうそこにおったね、はい、ナンバーワンクラスの女の子やったね。ものすごくゴリパラのファンって言って、うん、必ずもオンエアを3回以上見ると。おお、そんなことなかったじゃない、うん、チャンスと思うじゃない、うん、チャンス。いやチャンスっていうかゴリさんチャンスゴリさん何の話してんの。いやいやゴリパラ見聞録のルールを矢野ベベが説明します。インタビューやメールで皆さんの行きたい場所を教えてもらい、その中から目的地を決定。僕たちがその場所に行き警戒写真をプレゼントします。今日キッズの人たち来てくれてますかね。中学校の頃鹿児島に住んでたんですよね。大隅半島の岩川っていうところなんですけど、そこのちょっと矢倉をもう一回見てみて。ここぞという時に有給使っていや多分ここぞじゃないと思います渋谷のスクランブル交差点、はいはい、板とかこう温泉あるじゃないですか、はいはい、地元の人しか知らない絶景。大分の夢吊り橋に。あ差し入れよかったら、あ、なんすかこれ。今握ってもらったんですけど。寿司買い物だけを言ってくださった。そうです、文句言ってましたよこれ誰が言ったやつっていういやいやいや、せっかくだからどうでしょうか。香川県の、琴広神社ってところがあって、階段が多分結構あるんじゃないかな。山ですか。山だと思います。Cで C。 あみだくじいいってだろ。大分釣り橋、夢釣り橋。釣り橋です。絶叫みたい。行楽スペシャルだ。というわけで今回のゴリパラ見聞録は大分県にある夢大釣り橋を激写する旅でございます。じゃあ出発します。どうしますか。もう九州の刺身どころにお邪魔させていただいて。やっぱ関サバ関アジ。ペロッとわさびペチョペチョにつけていただくっていう目的地はもう一回もう全部忘れて、ちょっとあの草でこう横になりたい。大の字になって寝たいんですよ。緑のなんか草がね。そういえばゴリラ的な気持ち。違う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 、草食いたい。いやそれはもうゴリラでしょ。違う、横になりたい。森とか見たらもうすごい。ないないない、ごちそうの山じゃないからゴリラ何が好きなの。知らない、もうゴリラじゃないから。草と戯れたいって言っただけでなんでゴリラなんだよ。やっぱゴリラだから草と戯れたい。や違う、緑。やめろその意地は。俺もゴリさんのことを今輸送してるって言ってる俺だから係員の気持ちですよね。暴れ出したら俺マナー良すぎだろ。じゃあどこで酒飲むかでしょうね。九十どこ。九十ここです。こう行ってこの昭和の街寄って。観光スポット。え、知ってんの。行ったことある、寿司でも食うかな。うわー、ジェージェージェー。うわー、やばいやばいやばい。うわー、うわー、うまい。もう高級すぎるね。そうですね。似合ってないですか。あれカットかなこれ。じゃあ昭和の街行ってみようか。トイレがあればお願いします。ないんですよね。十中何ですか。8、8、8、8。結構ペペ多いよね。水のトラブルが多いね。クラシアンにお願いしないと。森瀬さん壊れてるわけじゃないから。俺蛇口が壊れてるわけじゃないから。あーここでゆっくり行くのなんで地味にここでゆっくり行くんだよ。早く止めろって。人しくし こうなるわな。
丸。雑誌読みました。じゃあ行きましょうか。雑誌読むんだったらこうだ。こっちがあっちならこっちもこっちでもう、ね。俺らがやっぱ恥ずかしめを受けましたからね。結構移動したな。まだ読んでますかね。読んでてほしいですよ、俺は。いや、俺もそう。外に出てようもんなら根性なしですよ。あれ？ほら。出た。棒持ってる。棒持ってるよ。棒持ってる。あいつ。一回逃げよう。一回逃げよう。結構長めの棒持ってたな。厄介だな。厄介だな。降伏する感じじゃないもんな。何往復目で降伏するか。降伏するかっすね。やばいやばい、信号破壊、信号破壊、やばいやばい、信号破壊、武蔵になってる。武蔵だ、武蔵。これはな。なんか言ってた。音座ってる。座ってる。聞こえる。エンジン切れ。はい。エンジン切れ。反省の念がないんですね。止めろ。ない。止めろ。どうです。芝居。熱烈。はい。ギブアップするまで乗せません。あ、いるいるいる。あれあれあれこれは柴田じゃないか。柴田。伏せてけろ。俺が悪い。よしよし。よし。柴田ということで。はい。おおああ、ちょっと待って、ちょっと話がしどっちやおい、シロさん、僕じゃないです。後ろ、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 後ろ40分40分や。ちょい出した俺じゃないけどね。ゴルさんなの。トミさんトミさんが言うわけないじゃん。トミさんが言うわけないだろ。あ、そうです。うん、発車はダメって、本当に。県落着ということで、行きましょうか。昭和の街に行こう。はい、どっちかマジでケツバットだけじゃんけんして。今運転中ですから。口でいけるやろ。やめてください。出さなきゃ負け。やじゃんけんチョキ。はい、しゃーほらー。ちょっと待って、ゴリさん負けな。よっしゃーちょっと待ってくれよ。しっかりケツ磨いとけよ。おい、ちょっと俺何が起きたか分からんかったんやけど、さっき裏切られたんだ、あんた。うん、今のうちに楽しんどけよ。いや、ペペがそういうね。おい、今しっかりケツ禁止めとけよ。お前ほんとクソ野郎だな。黙れ。黙れじゃねえよ。いいからやっちゃいましょうよ。これほんとクソだと思うよ俺。あ、私はもう元々矢野派でやらしてもらってます。ジキルとハイドどころじゃないこれは。この変わり方はこれすごいね。なんか雰囲気ありそうよ。あそこがお前の墓場や。どうやって回るかを聞こうか。ちょっと私許可取ってきます。なんだろうなここは。あ、来た。あ、なんかパス持ってんぞ。パス持った。 OK。 滝大丈夫ですか。やっちゃわなくて。あとケツでいいや。命拾いしたらまだちょっと逆転あると思ってますんで。昔の車とかもあるんです。すごい。ほら、サンディ。あ、これ映画で見たことあるわ。うわ、ミッションだ、ミッション。矢野さん、ちょっと提案があります。駒対決させてください、斉藤と。それで決めさせてください。認めよう。お願いします。いや、ちょっとおかしいです、それは。矢野さんもやってください。ちょっと待ってよ。それはおかしい、ブレちゃうから。レディーゴー。あ、まずいね、これ。よし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 よ。ああ、昭和40年代の民家と空き地を再現して。本当ですか。朝昼夜と空が変わっていきます。うわー、うわ、土管だ、土管だ。すげえ、初めて見た。でもこれ的に3ポイントや。そうね。いや、ちょ待って。100ポイント、100ポイント。ちょ待って、最初刺していいからな。え、最初損やろ。いや、最初刺していいから。絶対最初損いいから。おい、舐めんなよ。いけいけ、最初刺していいから。ちょ待って。あー、もう勢いでしょ、これ勢いでしょ。はい、パーッ。お前だ、お前だ、最後のお前だ。お前に下るんだ。バチが当たったんだ、バチが。すごいすごい、昭和っぽい。確かに街灯、ほら。おー、そうね。うわー、すご
白いね。いいですね。ここ昭和やな。画面は昭和ですよね。ね、マジですか。うん、これも空き地の土管。ドラえもんだよこれ。空き地の土管は。入りたかった。これはね。行きましょう。お前マジでやめてくれよ。え？俺すげえ笑顔やったよな。はい。大人げなくテンションが上がった僕ですが、二人も結局は写真を撮って欲しかったようです。これはまだあったら昔懐かしコロッケって。テレビですけど大丈夫ですか？いいですよ。いいですか？どうぞ。ありがとうございます。揚げたて。どうも。皆さんで。うわあ、おいしい。うまっ。うまいね。うまい。めちゃくちゃやわ。ケツ出せ。でも実際行こうって車を出さそうとしたのがゴリさん。いやいや、あなたですよ。これはトミさんどっちですか。お前かい。お前やないか。お前この5人ぐらいで嘘つくんか。そうやろやな、お前。なんとかなる。お前さ、ゴリさん、ごめんなさい。こういうやつなんですよ。反射で嘘ついちゃいます。ちょっと待って、俺ちょっとびっくりしてやん。反射で嘘ついて全部出そう。お前の悪いやつをケツに溜めてパチンって悪い要素。いや、これちょっと材質見させてください。これはもうダメですよ。私座れなくなりますよ。ドーナツクッションよし、行くぞ、はい、あっ何してんのそれは。何してんの。三国志時代にはこういう刑があった時にこう噛むやつがあった。せーの、いい音、布団叩くようないい音。これでもお前の中の悪い気はもう全部もう全部なしですね。終わりですよ。終わりです。あっ、こいつが嫌だった。枕布団のような音したもん。乾杯だ。ちょっとうまい店に行きまして、ホテルに行けということで、なんといってもお刺身ということで、サバ味、青系の魚、白系、青系。いや、青系です。何も知らないな、お前。ここをまっすぐ行けば。はい、ここいいよ。68年ですよ。創業45年。 OK でしょ。今回はホテルおすすめのこちらで一献となりました。てーてー、出ました、信頼のブランド。しわっとるね、これ。乾杯。何それ、 おじさんの乾杯や。おじさんの乾杯になってきたね。ダメだろ。12日をもって35歳になりましたね。乾杯。乾杯。おじさんやん。きたー。これ関サバ関味。関さんどうやって食べるの。わさびべちょべちょにしてた。入れすぎやって。いやいや、お前俺マジでやってるから。1対1やん、もう。うわー、うまっ。これ知ってますね、皆さん。これうわ、めっちゃうまいな。跳ね返してくる。あっ、ハッピーバースデー。流れでハッピーバースデー。全然違うやん、そんな流れ。一緒のこと言うたな、今。うまこれ、プリプリやな。これ心の中で今日はお前のおめでたの会だっていうのはあるってことですよ。おめでたの会ってまた赤ちゃんなんじゃん。おめでとうの会。おめでとうの会。おめでたの会って俺。マジじゃん。アジ最強論ある。あれ、そっち行ってない。そっち行ってません。これ切れ目ですよ。出たわ、もう育ちが出ちゃってる。あ、うまいなこれ、うん、日本刀だね。歯を入れた時にスパッとこう。それじゃあ歯が日本刀ってことじゃないの。歯が日本刀。いや、アジの話してよ。そうや、お前の歯が日本刀だって。歯どうでもいいわ。サンマはどうなるかな。あ、濃厚や。どうさせたの。ベチャッとした感じ。うまみがもうわーっと広がりました。煙幕みたいな感じかな。あ、まあまあまあ、わわかけ。煙幕って何なんすか。ごまかしごまかし福岡で8年。お刺身をこう醤油につけて、醤油のこのとこにちょっと油がこう巻くときっていうのはもう油乗っとるのかな。なんでびっくりするぐらい当たり前のことを言ってた。それ油乗ってたら油当たり前のことを、当たり前のことをちゃんと当たり前のように言わなきゃいけない。声に大にして言っていく。声に大、声を大にして。俺でも最近思ったんですよね。本当の焼酎作りっていうのは、あの酒を作ったことを気づかせないって。もぐりさん飲みました、起きました。そう、あれ、そうね。で、一番難しいのはあのこう
ここが見えないパターンのあのグラスじゃないとあのあるじゃない瀬戸物みたいな、そういう時はあのこう醤油取るふりしてみるんですよ。なるほど、先輩のやつ。ちっこいさん食べ過ぎても大丈夫？2枚目でしょ。3枚はダメでしょ。ちょダメよそれ。そういうとこはあのやっぱ熊本八千代の町田のボンボン八千代八千代まで巻き込むだったな。町田のとこのバカボンでしょ。言うな。鶏天、鶏天唐揚げとはまた違うんだよね。鶏やもんね。それが唐揚げ、それが唐揚げやから基本鶏でしょ。あ、そうですか、すいません、参ったな。はい、なあ唐揚げを盛るときどうしたらいいの。よう、ジューシー、よう、ジューシーね。唐揚げじゃない。どう違うんですか。唐揚げと全般違うんですか。違う違う、衣がさ、結構分厚くない。なるほど、揚げてないわけ。こっちの方がいい。揚げてんのよ天ぷら揚げてんの。唐揚げも揚げてんの。あれね、俺も分からんことした。うまいよね、でもね結局うまいけど唐揚げってこう、こうやってやるやん。天ぷらってこう、つけてやるやん。これそれ命かけれんの。この世に命かけれるもんなんてないやろ。浅見のことはありましたね。こいつ結婚すると思う。親も見てるらしいし。何の番組出てる人って言われて、旅番組、夜中の、ああ分かった、あのゴリケンとチビとノッポのやつねって言われて。いや、口悪いね。全然悪くない。そういうこと言うのやめて、見てる。全然悪くないよ、全然悪くない。いやでもね、すごい上品な、ペペの彼女上品なんですよ。両家の方じゃないかと思って、俺はちょっとそれ心配してるんですよ、ちょっと。そうだよな。両家とそういう、ね、矢野さんっていう、まあそういう、うん、まあなんていうんですかね、まああんま言いたくないですけど、クソ貧乏人の矢野くんの家なんていうのはもう食うや食わんの生活を消防士だったから。いやいやでも消防士だったから。親父がこっちで借金がしてないだろ。心配なんですよ、まあ、両家の親が会うってなった時にね、矢野のお父さんが紺色のジャージ履いてくるんじゃないかすごいそれにテロテロのジャケット着て店用意するのはあなたの家ですよ。うわぁ、すごい出んなぁっつって、あ、ほら、魚が生きとりますわヒロジに謝る彼女今いくつ。25。あぁ、頃合いやな。この子しかいないと思ってるだろ、今。いや、結婚できたらいいなと思った。いや、今までだって俺、結婚したいと思わなかったですか。前の彼女、思ってなかったの。前の彼女、全然思ってないです。一回、俺、一生別れたのに、会いに行ったのに。お店やめとけよ最低見てるから向こう。あ、ごめん、そこも富士山が使わないと思う。いや、使うんだよ、バカだからあ、バカだから使うんだよ。いや、それはそんなことないでしょ。バカだから使う。いや、そこはデリケートが。いや、そんなことないんだよそこの心境の変化は何なの。いや、そう、そういい子、いい子ってのあるんですね。あ、そう、彼女がいい子っていう。例えば、例えばケーキとか作ってくれたりとか。手作りで。すごいね。ご飯食いに行って俺が出すわっつったら、いや、いい。向こうは収入高いからね。いや、もうそれ、俺が見てる。いや、今撮ったら。そこ意識せんめんや。そうだね。なんか言ってんだろ、また。バカが、バカが。使えば使わないから。プロポーズ大作戦した方がいいかもしれん。俺考えてやってもいいぞ。なんつって結婚しようって言ったんですか。いや、それね。なんとなくなるよね。俺でもそんなにいらんと思ってる。じゃあいらないんじゃないの楽しもうとしてない。いや、してない。お前のため俺はそのキッズのため、ゴリプラのためだもん。楽しもうとしてるやん。今言っても OK って言ってもらえないかもしれない。今向こうは働いてるしな、うん、めっちゃ振られたら面白いのになと思ってるこれでもゴリプラキッズの皆さん、ここ 1,2 年で動きますよ。絶対見といた方がいいですよ。どっちかですよ。人の人生で泣けるか笑えるか、どっちか絶対ありますか。振られたら笑えばいいし。え、振られたら泣くんじゃないの。2歳半の娘と動物園に行った。楽しかったんやけどさ、いろいろ回って。ゴリラってやっぱ人気じゃん。娘がゴリラゴリラって言ってるのを見て、周りの人はちょっとクスッとしてたんお父さんゴリケンのくせにっていうことゴリラゴリラってキャッキャ俺に言うんやけどさ、他の人はお前もやんっていうような変な空気流れたよ、あのゴリラゾーンは。いや、娘がお父さんがゴリケンって気づいた時に、うん、やばいね。やぶれる可能性ある。でそこも全力を持って、みんなもちろんパラシュート部隊をはじめスタッフの皆さん、そしてキッズの皆さん含め、うん、
みんなで育てていく。みんなで育てていってほしい。やばいよ、このままだったら。みんなゴリケンの気持ちになって考えてみろよ。うちの娘も小3だから、この間も水筒忘れたから届けてくれっつって、小学校に、うん、もう嫌やっつって、うん、もう行ったらよ、あの娘が嫌がるから、うん、俺が親父っていうのがもう、あら、周りのクラスメートとか先生もある程度知ってくれてるから。なるほどね。私仕事やから行ってきてっつって行ったけど、もう周りがもう生徒が、あーっつって、あらら、うわーっつって、もう子供もあーっつって、あら、来やがったら、妖怪人間だ、妖怪人間だっつって、あー来るね、これ。水筒こう渡したところ、もう本当にありがとうとかさ。でもモンブラン配っときゃ大丈夫なんじゃない？アイス？いや、その辺のガキなんてよ。口悪いな。ゴリさんのリアルよね。リアルよ、うん、結構送り迎えしてるけど、やっぱ父兄さんといまいち仲良くなれてない自分が多いもんな。地域の集まりとか顔出して、やっぱ役職とかもついた方がいいと。一応盛り上げるか。うん、取り替えを守らないか、うん、思いっきり住んでる場所言ってるよね。いいんだよ。思いっきり発表してるから、エリア限定しすぎでしょ。西陣やったらまだいろいろあるからさ、駅を中心に言うことによって助けてくれる人がいるかもしれない。えらいね、お前もそういうことを。いや、した方がいいなと思って。別にお笑いやってるからどうって言ってられない。子供に降り注ぐから。今日は渋い飲み会になりましたね。そうですね。地域活動に参加しようって。いやいや、地域活動。35歳だからもうお返しせなあかん世代になってきてるから、やることをちゃんとするっていう大人になりたい俺は。じゃあまずお金返してもらっていいかな。今から志を持ってやろうという人間に言うことじゃない、うん、今財布ある？ないっす。今いくら入ってる？指して。お前さ、お前さ、めちゃくちゃやな。広くてよかったな、今日。めちゃくちゃやな。関係ないやんか。やる、地域活動する。絶対せ、ここで金返さんやつが地域貢献するわけないやん。地域活動する。いくら入ってんの？入ってない。え、そう、財布は？違う。それ何？これ？クジラの肉。ボケが渋すぎるわ。なんでお前クジラの肉持ってんの？なんだ？しょうがないよ。どうも。どうも。返す返す。本当返す返すから。地域貢献する前に返すよ。返すから。やることあるやろ。ノーサイ。敵味方あるぞ。ノーサイ。敵味方あるから。ラグビーと違うから。トミさんチェック。はい。次回ゴリパラ見聞録全力攻略見逃すな。